沖縄国立劇場沖縄は2004年1月18日に沖縄県浦添市に開場した劇場である。全国で5番目に開場した国立劇場で沖縄伝統芸能の保存振興を図ることを主な目的として設置された。沖縄県が日本に復帰した1972年に組踊りは国の重要無形文化財に指定された。しかし当時、 継承者の育成、調査研究を行う施設が存在せず、1987年に沖縄県が国に劇場建設についての要望書を提出した。それを受けて、1997年から文化庁や当時の沖縄開発庁は劇場の設置計画の検討と建設費予算の計上を行い、また沖縄総合事務局は公募により設計者を 高松新建築設計事務所に決定した。2000年11月28日に、浦添市実着で、寄港、2003年7月31日に完成、1ヶ月後の8月31日に落成式を行った。設置計画から建設当初まで使用された歌唱の、国立組踊り劇場は2002年に、名称選定公募により、国立劇場沖縄が正式に決定された。 劇場は2004年1月18日に開場し、1月23日の小倉落としの公演には天皇皇后が臨席した。その際には、玉木朝、薫の五番作の一つ、終身賞入りを鑑賞し、天皇は国立劇場沖縄に開き終身賞入り見ちゃる、嬉しやという流歌を読んでいる。2014年1月には開場10周年を迎え、秋篠宮、 同飛臨席のもと、国立劇場沖縄会場10周年記念式典、行い様々な記念公演が開かれた。当劇場は、独立行政法人日本芸術文化振興会が、所有する施設であるが、運営、管理は、公益財団法人国立劇場沖縄運営、財団に委託されている。延べ床面積は14,729平方メートルの、 地上3階また地下1階の劇場で大劇場は632席、小劇場は255席の客席数を要する。施設外観として琉球王国時代の家屋などをもとにしたデザインで設計され外壁は斜めに交差した網代型の竹組みをモチーフにしている。屋根には琉球瓦や琉球石灰岩を海に近く塩害を防ぐために外壁には 退職性の高いプレキャストコンクリートを使用している。2006年には第47回建築業協会賞、2008年には第11回公共建築賞を受賞している。劇場の施設である大劇場、小劇場、稽古室等は一般の使用申し込みができる。また2005年から人間国宝の指導者の下で組踊り研修を実施している。ありがとうございます。